ということで D500 ですね。ジニーだとやっぱりちょっと遅くなって5、6枚になっちゃいました。D500 の連射速度の話を今しています。でこの触ってるのはね、本当の CB プラス終わりかけの時間帯でございます。多分終わる20分前ぐらいでしょうかね。本当に特に全部使ってそうです。今全部使ってますね。これね、 AF ポイントの話で153点すべて使うモードがちゃんとあります。その連射してる時もファインダーがちゃんと見える時間が長いですね。長いですね。暗い時間が短い。そう、これが本当にすごい。連射しててもね、今どんな感じで、被写体がどんな感じなのかっていうのは、ね、本当に見やすいですよ。ファインダーの大きさってニコン DX 史上最大ですよ。そうです、でかいですよ、めちゃくちゃでかい。もうね、メガネかけてても全然見やすいっていうのもありますし、やっぱりファインダーがね、本当にでかくてクリアに見えますね。この時は本当にただ本当にただね、触ってみて、まあ、操作性というかね、本当の特に何も考えずに本当の最初の触った感じを、これだけ見えるといいですね。 D5 ももちろん同じですけど、さらに見やすく触った感じを本当に楽しんでる感じです。ナレーション下手すぎだな。俺もちろん D5 をね、ちょっと触りたいなということでね、ドーン。はい、ということで、ついにニコン本当のフラグシップ D5 ですね、触っていくんですよ。もう本当に触ることに夢中になってて、カメラに映すこととかね、完全に忘れちゃってるんですね。もうファインダーを覗いただけでこの感動ですよね。いや、ぜひね、皆様もちょっと一度覗いてみてください。本当に本当にすごい。D5 連射は12枚ですね。でやっぱ D500 以上にファインダーがでかいんですよね。フルサイズでこのファインダーサイズは本当にすごいです。夢がありますね。夢が全然買えないですけど。全然買えないですけど、まあ本当に、まあでも本当に買いたいんだったらローンでも組んで、車の感覚で買えばいいだけですもんね。あ、まあそうですね、まあ大体70万さあ市場で言うと70万ないでしょうか。まあもちろん私にはそんなローン組む経済力はないので。まあシャッターユニット壊れても修理してもらえばいいですか。そうですね。まあ基本、まあ、約40万円対するとかじゃなかったりしないですよね。基本オーディーしたらこの人はね、500とか5ってメニューにないんで、だから1回修理出す感じですよね。だから、まあ、70万かけて買ってもかなり長く使えることは間違いないですね。シャッター回数がもう増えますからね。やっぱ1枚1枚フィルムだとね、どうしてもこう、そうですよね。サービスセンターに持ってても多分いい時代になりましたよね。感覚で皆さん撮りますから、やっぱりその分耐久性もだいぶ上がります。前はね、10万とか20万とかだったんで、今40万になってます。D5 は20万でした。そう、やっぱそんだけお金かけてるんですよね。 D500 の話ですね。 D500 は20万回レリース。そう考えると D5 が20万ちょっとで買えるっていうのはすごいですよね。D500、そうです。なんでそこ言い間違えたし、まあいいけど、 D500 で約20万ですからね、さっき言った時は。だから今後のFX がどう進化していくのかもすごい楽しみです。一体どこからこの AF センサーを乗せてくるのか。本当に楽しいんだよね。この触ってるだけで本当に楽しいカメラっていうのはなかなかないですからね。はい、ということで D5 も D500 も触ってるだけでマジで楽しいということでした。はい、ぜひね、店頭にも並んでるかもしれないので触ってみてください。